村中京平、村中京平、村中京平、1987年10月25日体は日本のプロ野球選手、投手、東京ヤクルトスワローズ所属。小学校2年生時に中津リバーズで一塁種として野球を始める。中学時代は相模原南シニアに所属。左投げが買われ、一塁種と投手を兼任した。2003年に、 東海大甲府高校に進学、村中秀人監督の下でプレー。その年の夏に、夏の甲子園に出場したが、村中は、ベンチ入りしたのみで当番はなかった。同校は2004年にも甲子園に出場しているが、村中は、高校2年時の夏は、故障明けで、ベンチからも外れている。2年秋からエースを務めたが、3年夏の山梨県大会では3回戦で、 その年間代表なった日本航空高校に敗れた。結果として、村中本人は、甲子園での登板はならなかった。2005年高校生、ドラフト1巡目で、東京ヤクルトスワローズに指名された。結果としては、単独指名となったが、プロ全中に球団から調査書が届いていた。担当スカウトの鳥、原浩二が、辻内が、強しなら、村中は10、銃。 器用でコントロールが良く将来性は十分と評するなど即戦力ではなく素材として高評価が集まっていた。春キャンプは1軍に招平。開幕は2軍で迎え、序盤を主に体力作りに当てると6月27日の2軍の試合でプロ初登板。2回3失点も当時自己最速の時速 145km を計測。 10月14日に1軍に初昇格し、同日初先発。3回を投げて、福留康介からの2点非本塁打を含む4、失点で降板している。キャンプから2軍スタート。徐々に9位を増し、8月には、北京プレオリンピック野球日本代表に選ばれた。1軍登板はならなかったが、オフには、ハワイウィンターリーグへ派遣され、 リーグでは3勝1敗にセーブ防御率2.00という好成績を残した。手薄な先発左腕を担うことを期待され、2年ぶりの一軍キャンプスタートとなった。キャンプでは前年のプレ日本代表時に目をかけていた星野戦一からも、あとは精神面だけと激励を受けている。期待に応えて先発ローテーション入りし、初の開幕一軍を勝ち取った。 4月4日の中日戦で7回1失点8、脱三振の高騰でプロ初勝利を挙げた。5月3日巨人戦で9回1まで無安打に抑える高騰をしたが、亀井義幸に二塁打を打たれ、外挙達成はならなかった。8月末に検査を受け左肘内側側副人体損傷と診断、しばらく投球を禁止し、西洋、幹部の回復経過を見て、 手術は回避となった。一軍復帰を目指し、リハビリをし、シーズン後半では一軍に昇格を果たした。後半戦のキーマンに挙げられながらも、課題である、請求難は変わらず、最終的に1勝6敗、防御率7.12位に終わった。3月28日、東京ドームで行われた巨人との開幕3戦目に、先発し、巨人打線から11奪三振を記録し、 巨人戦勝利を収めた。そして、4月18日、ボッチャンスタジアムで行われた巨人との5回にも、先発登板。巨人打線から12個の三振を含め、7回まで無安打に抑えた。そのため、チームから新巨人キラーに任命された。巨人戦では3勝1敗、中日戦では4勝1敗と相性が良かった反面、阪神戦では0勝3敗と相性が悪かった。 十一勝を挙げ、防御率三点四四脱三シーンは、前田健太に次ぐ、リーグ二位と飛躍のシーズンになんか、球数は、ワースト2位、冒頭数は、リーグ最多と制球力は改善されておらず、幸不調の波があり十敗を喫し関東もレーと、課題も残した。開幕直後に怪我で、登録抹消され、すぐに復帰したが、復帰試合で、脇腹痛で一回途中降板し、 この故障で約2ヶ月の長期離脱となる。7月29日の巨人戦でプロイル初関東、初完封を記録。公式戦では4勝6敗だったが、クライマックスシリーズ第一ステージ、神宮では巨人相手に2試合にリリーフ当番。1勝1敗で迎えた最終第3戦に西武投手となり、球団初の CS ファイナルステージ進出の盾役者となった。 4月に3勝をマークするなど好調な滑り出しで2010年以来となる2桁勝利と規定投球回数に到達し、リーグ最多タイの2冠風をマークした。規定投球回数到達者の中では両リーグワーストとなる防御率3.88を記録したが、先発ローテーションを守り、ホイップ1.49を記録。先発登板で勝利投手となった成績が、 防御率1.30ホイップ1.11に対し、同じく敗戦投手となった成績が、防御率9.17ホイップ2.27と、投球の不安定さが目立ったシーズンとなった。オフの11月6日に、サムライジャパンマッチ2012、日本代表 VS キューバ代表の日本代表が、発表され代表入りした。3月27日7歳年上の女性と、結婚した。 シーズンでは、序盤の6試合のうち4試合で7イニング以上を投げ、3勝を記録するなど前年に続き好調なスタートを切った。しかし交流戦で救援に回った後先発に、復帰してからは打ち込まれる場面が目立ち、7から9月は未勝利と苦しんだ。最終的に前年度を大幅に下回る5勝に終わり、防御率も5.00と安定感を欠いた。 4月6日の阪神戦で中継ぎとして登板し、2イニングを無失点に抑えたが試合後に腰の張りを訴え登録抹消された。7月に復帰すると例年通り先発として起用され、同月31日の阪神戦でシーズン初勝利を挙げるが、8月に右肩関節炎で再び離脱。この年は7試合の登板に止まった。は、イースタンでも14試合で2勝2敗。 防御率8.33という成績に終わり、一軍登板がなかった。オフに、背番号15が43に変更となる。開幕から一軍メンバーとなり、中継ぎを務める。怪我などで、先発投手が手薄の中、6月30日の広島戦、松田で今季初の先発投手を務め、5回2失点で、自身2年ぶりの先発での勝利投手なる。なお、 この勝ち星で交流戦から続いていた広島の連勝を11でストップさせた。この年は52試合に登板し、7勝3敗6、ホールド防御率3.90という成績を残した。Y チ軍での登板機会はなく、球団から引退セレモニーを打診されていたが誇示し、今季限りで対談することが報道された。 スリークォーター君のフォームから投げる平均球速時速 142km、最速時速 151km のストレート、2011年10月31日巨人との CS にてリリーフ当番時に、計測とスライダー、フォーク、エスカイ、カイ、タイミングを外すカーブも使い投球を組み立てる。2010年春のキャンプでは、スラーブを習得。強兵の名は、 母の大好きな俳優、柴田恭平にあやかってつけられた。プロ入り後の2010年、神宮外苑で練習中に偶然草野球をしていた、柴田から声をかけられ、激励を受けたことがある。ちなみに自らも幼少期の頃、柴田が出演する、危ない刑事に夢中だったという。父、村中昭文は、相模原市内に、洋菓子店、ら、 フランスを二店舗構える有名なパティシエである。そのため、村中本人もプリンが大好物で、初勝利の際にコメントを求められた父が、オフに別なプリンを作ることを約束している。また2010年のファン感謝デーでは、父の店のプリンを600本限定で販売した。母校、東海大甲府の監督で指導を受けていた、村中秀人とは、血縁関係にないが、村中監督自身も、 高校時代はサワンエースだったという共通点がある。さかなくんに似ているため、チーム内でのあだ名は、さかなくん。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。